頭のとこがね、なんかへこんでるんですよね。背骨みたいのもちょっと浮き出てる感じで、今ですね、コオロギを半分に切って舐めさせたら食べてくれましたね。はい、美味しかったかな。すごい、食欲は戻ってきたんかな。今の状況はまあお腹は変わらずなんですけど、尻尾の方がね、ほんとふっくらしてきましたね。はい、なかなか順調な気がします。あれからですね、コオロギさんを半分にしたやつ食べてくれるようになりましたね。今飲み込みましたけど、で尻尾の方もですね、結構ブリブリになってきて、うんちもそこそこ出してくれてるので、もうこのままね全部出してくれればいいんですけど、ちょっと気になるところがあって、この頭ですね、頭のとこがね、なんかへこんでるんですよね。それがね、何を意味してるのかがちょっとわかんないんですけど、気になりますね、これ。まあね、頭がすごいへこんできましたね。なんか怖いですね。お腹はいつも通りで、尻尾の方はね、結構ふっくらしてるんですけど、頭がね、なんかへこんできて、ちょっと怖いですね。クリプトの子をね、一回見たことあるんですけど、その子がね、最後こんな感じの頭になってたんで、ちょっと怖いですね。餌の方はね、コオロギさんを食べてくれるので、まあ、安心はしてるんですけど、はい、今のレインウォーターサングローさんなんですけど、なんとでっかいうんちしましたね。はい、ちょっとここにあるので状態見てみたいと思います。はい、こんな感じですね。なんだろう、すごい臭いですね。なんかなんだこれは、お腹の中の卵の何かが出てきたのかな。これ、ね、よくわかんないんですけど、卵かな。今の様子はね、こんな感じで、まあお腹と尻尾はふっくらしてて、頭がね、なぜか痩せてるっていう感じですね。はい、で餌の方は一時的にコオロギを食べてたんですけど、今また食べなくなって流動食にしてるって感じですね。でも反応したね、かなり。匂いがしたんよね。ずっと食べんやった？いや、一時期食べて、また食べんくなったけ、流動食して、で、今日久しぶりにコオロギ見せたら、食べたね。おー、久々のコオロギ。普通に食べたね。このね、口のとこがちょっとね、荒れとんですよね。これがちょっと気になるけど。はい、今の状況なんですけど、こんな感じですね。頭がへこんでますね。あと背骨みたいのもちょっと浮き出てる感じで、でもこの尻尾ですね、尻尾が太くなりましたね。かなり太くなって、乱暴うっ滞を起こす前の状態まで戻りましたね。はい、すごい今太い状態です。で昨日ね、コオロギさんをあげたら食べてくれたので、今からね、またあげてみたいと思います。お、来た来た。はい、今の状況なんですけど、こんな感じで、すごいね、尻尾が太くなりましたね。で、お腹の方もちょっとへこんできてて、
かね、いい感じな気がしますね。で、あと頭ですね、へこんでたんですけど、なんか若干膨らみが出てきたような気がして、なんかね、もう少ししたら治りそうな感じがしますね。で、今やってる治療っていうのは流動食だけなんですよね。温浴はまあたまにするぐらいな感じで、メインは流動食を毎日あげてるって感じなんですよね。ちょっとコオロギさんの鳴き声が大きくて申し訳ないんですけど、南方物体の子がね、すごいコオロギに反応してますね。これだけ捕食している子なんですけど、すごいね、反応してますね。食欲復活した。お、いける、いけるか、いくか。逃げられた逃げられたよ。で、最近分かったことがあって、レオパさんって自然界ではいつ交尾ができるかわからないので、メスは繁殖期になると卵胞を大きくしてオスを受け入れる体制を取るらしいんですよね。その受け入れ体制のスイッチが入ったメスはその間ずっと餌を食べないという状態になるみたいなんですよね。なのでおそらくこの子は受け入れスイッチが入ったメスなんじゃないかなって思ってます。で、その繁殖期っていうのが2月から7月っていうふうに言われてて、で、今が6月21なので、あともう少しで7月になるんですよね。なので7月になってこの子がどう変わっていくかと、ね、見ていきたいと思います。はい、この子の今の状況なんですけど、相変わらず食欲がないですね。で、最近テトラさんからいただいたレプチゾルがあるので、それをね、与えてます。ビタミン剤ですね。液体なので粉よりはね、確実に摂取させることができます。なかなかいいですね。あー、やっと食べましたね。今ディビアさん食べてくれました。7月になったら治るっていう話をね、ちょっと聞いてたんですけど、もしかしたら当たってるかもしれないですね。はい、ちょっともう一匹与えてみましょうかね。ほんとデビさん食べてくれたの何ヶ月ぶりですかね。すごい嬉しいですね。今日も食べてくれましたね。すごいすごい、2日連続でディビさん食べてくれましたね。もし明日も食べてくれたら拒食は治ったって思っていいんじゃないかなと思います。はい、今8月18日ですね。この子の様子見ていきたいと思います。あれからですね、毎日のようにご飯をね、食べてくれてます。完全に拒食は治ってますね。はい、はい、どうぞ。あら、ごめん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 。はいはい、すごいですよね。やっぱり7月終わったら治りましたね。体の方もだいぶ治ってきましたね。はい、背骨もあんまり出てないし、この尻尾なんか全然違いますよね。ふっくらしてて、で、お腹もちゃんとへこんでるし、
通常に戻ったっていう感じですね。はい、はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。乱暴訴えの子がね、無事に治りましたっていう結果に、ね、なりましたけど、ネット上ではよく乱暴訴えの子は手術をして乱暴を全部取り除いて治すっていうのが、まあ、主流というか、そういう情報を発信している方がいるんですけど、それって対処療法なので根本的な治療にはなってないんですよね。卵胞を取るっていうことは次回繁殖もできなくなるし、全身麻酔を使うのでその時に死んだりとかするんですよね。なので、まあ、この子が証明してくれたように、2月から7月までその期間ずっと流動食、あとは温浴ですね、そういうのをしてあげて卵胞が自然と縮まるまで待ってあげるっていうのが一番いい治療法だと思います。そのことって今まで YouTube で誰も紹介してなかったので、この動画がね、いい勉強になったんじゃないかなと思います。この子のおかげでね、本当希望ができたというか、乱暴訴えで困っている子の助けになったんで、すごいね、おっさんも嬉しいです。はい、そんな感じでね、この動画の感想の方はコメント欄の方で募集しておりますので、気軽にね、コメントしていただければなと思います。はい、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。